やり方を教えるぜ。このダンスフロア、色ごとにスペシャルなダンスがあるんだ。で、フロアが光るから、そこに乗ってその色のダンスをする。まず、俺のお手本だぜ。まずは、紫、ジャンプジャンプジャンプ。白は、くねくね、くねくねくね。緑は、スライド、スライド、スライド。赤は、両手上げろ。ふぅ、もう一度、紫、ジャンプ。白、くねくね、緑、スライド、赤は、両手上げ。すごいにゃん、やってもいい？よし、行け。さあ、行くよ。紫、ジャンプ。白、くねくね、緑、スライド、赤は、両手上げ。ほっほー、いい動きだぜ。ギャービー、レインボーブギー、いっちゃえ。おっと、まずこれ。さあ、行くよ。紫、ジャンプ。白、くねくね、緑、スライド、赤は…おっと、忘れちゃった。赤はなんだっけ。そうだ、赤は両手上げ。ふぅー、ナイスだぜ。ありがとう、DJ。これで最後のピースをもらえる。わあ、ますますファンキーになっちゃった。おめでとう、最後のゲームも成功したな。最後のピースは2人のものだ。やったー。おう、はっは、はっちゃー。さすが着地バッチリだ。キャットラット様は転ばないからな。次は、あー、そうだ、パズルを完成させたらわかるはずだぞ。猫ちゃんキーで何をするのかがな。じゃあパズルを完成させよう。おはは、パズル大好きだぜ。最初のを置いていいか。え、どうぞ。ここだ。二つ目は僕ね。これはどこに置こうか。ここだね。最後は空いてるところにこれ置けばいいんだ。ここ、これ何？ドアだ。待って、パズルがドアなの？レインボーな鍵穴があるよ。わあ、どこに行くの？追いかけよう。飛んでくよ。わあ、すっごく早いね。ピアノに入れるってこと？うわぁ、にゃんってすごい。開けてみようか。イエーイ。何が見える？ダメだよ、入れない。じゃあこうするしかないよね。もっとちっちゃくなる時間だよ。おお、猫ちゃんたち見てみろ、武器ゾーン